はい、ヤングギター2017年7月号は、ミスター・ウィックのポール・ギバート&ビリー・シーンの表紙で、絶賛発売中です。ミスター・ウィック、新作リリースされるということで、ポールと、ビリー・シーンに、インタビューを行いました。最新作の、ディファイン・グラビティについてかなりがっつり、2万字超のロングインタビューとなってますので、ぜひぜひ、ゆっくりとあの内容についてかなり、なんですかね、深いところまで語ってくれてるので、まあ、プレー面も含めですね、じっくり読んでいただけたらと思います。さらにですね、その新作なんかで使われているこう双方のアイデアなんかも彼ら、映像と連動で見せてくれますので、そちらもお楽しみいただけたらと思います。でこのポール特集の他には、サンタナの来日公演、機材のこういった特集なんかもありますし、あとは、メガデスとアンスラックス、こちらもですね、まずは、ライブレポートそれぞれのあって、ですね、デーブ・ムスティン、キック・コルレル、メガデスのインタビューに、それぞれのこう機材なんかもフューチャーしています。でこれ以外ではですね、残念ながらですね、亡くなってしまいました、アラン・ホールズワース、彼の功績をですね、たたえて、こういった特集、20ページぐらいですね、にわたる特集記事をやってます。海外のですね、インターネットサイトに掲載された、インタビューなんですけど、今年の3月にされた最新のインタビューを、日本語に訳したものをですね、YG、これ独占になりますので、インタビューなんかと、あとですね、最後のライブでも、彼のバンドで叩いていただいたバージル・ドナティ、彼もかなりやっぱり近くにいた人間として興味深いことを語ってくれてますので、こちらもぜひぜひ参考にしてみてください。で、今月はですね、この関東のミスター・ビッグの特集以外に、通常よりヤングギターこれぐらい、太くなってですね、160ページ通常より増えてます。でその160ページを何に当てているかといいますと、この160ページ分を 100% ポール・ギルバートの2017バージョンとしてですね、全部、160ページポール・ギルバートについてのページとなっております。このグラビアがあったりですね、これ最新の、取り下ろしのインタビューなんですけど、彼のキャリアについて、86年のレイ・サイクスのデビューから、現在に至るまでのことをですね、また改めて彼に語ってもらってます。ここで昔の写真なんかも挟みつつですね、でプラスですね、この他には、こんなディスコグラフィーなんかもいろいろとキャリア、全キャリアのことを持ってたりとかですね、でさらに現行の、ポールが今所有してるですねギターコレクションも、最新で取り下ろしてきました。こんなですね、ファイアマンのパープルバージョンのこうトレモロがついてるやつとかですね、でこれちらもですね、ものによっては映像と連動になってますので、どんな音だったりするのかっていうのはもう耳で聞いて確認していただけると思います。でさらにさらにですね、この他には、ポールのこのレッスンでですね、ポールがですね、通常よく使う実践的なこうテクニックを、これも映像と連動で、教えてくれてますので、ポールファンのみならずですね、ギター弾いてる人取り組んでいただけたらと。であとスコアがですね、ポール特集として、7曲入ってます。ミスター・ビッグから、レーサー X、 それとあとポールのソロで全員7曲ですね、というですね、まさにちょっとポール・ギルバート満載となってます。ヤングギター2017年、7月号ただいま、発売中です。よろしくお願いします。